皆さんこんにちは。令和元年3年度補正予算小規模事業者持続化補助金一般型公募要領につきましてご説明をさせていただきたいと思います。中小企業診断士行政書士の水口と申します。よろしくお願いいたします。それでは公募要領につきましてご説明をさせていただきたいと思います。今回の公募要領ですね、大きく変わったところについてご説明をさせていただこうと思います。まずは特別枠でございます。それから申請のスケジュール、補助事業期間ということでご説明をさせていただきまして、申請の手続き、それから審査の内容、あと加点項目について説明させていただいた後、最後にまとめということでお話をさせていただこうと思います。それでは特別枠というところにつきまして、今回ですね、今までの通常枠に加え、こちらに記載の5個の新しい枠ができました。今までになかった枠でございますので、一つずつ説明をちょっとしていきたいというふうに思っております。それでは1番から見てまいります。こちら1番、賃金引上げ枠ということでして、こちらのですね、賃金の引上げ枠、概要といたしましては、補助事業実施期間中に事業内最低賃金を地域別最低賃金より30円以上とした事業者に対して補助上限を200万円引き上げというような制度というふうになっております。東京都の事業者の皆様に関しましては、従業員がいらっしゃる事業者様は今1041円という形になっていると思いますので、こちらの補助金を申請、この枠で申請をして採択合格をされた後、最後ですね、実績報告をされるときに30円プラスになっているということが条件というふうになっております。こちら賃金引上げ枠でございますので、個人事業主様ですとか法人様で従業員の方がいないという場合には対象とならないということでございますので、ご注意ください。それからですね、必要な手続きというところでちょっと小さくて見づらいのですが、こちらですね、申請時にですね、直近1ヶ月分の賃金台帳の写しを提出することということと、あと実績報告時における直近1ヶ月分の賃金台帳の写しを提出するということ、こちらが要件となっておりますのでご注意ください。詳しい申請要件については公募要領のご記載を詳しくご覧になっていただきたいというふうに思います。続きまして、卒業枠でございます。こちら卒業枠の概要はですね、補助事業実施期間中に常時使用する従業員を増やして小規模事業者として定義する従業員の枠を超え、事業規模を拡大する事業者に対して補助上限を200万円引き上げますということです。分かりやすく申し上げますと、こちらですね、先ほどの制度概要編でご説明をさせていただいたんですが、今回小規模事業者持続化補助金、こちらの小規模事業者持続化補助金に申請することができる事業者様は、例えば商業サービス業の事業者様ですと5名以下の従業員の方というのが申請の条件というふうになっております。こちらのですね、申請時には例えば5名の事業者様が最終的な実績報告する際には5名以上となっているということを先に宣言してですね、実際にそちらの人数を増やしたという場合に適用されるという枠ということになります。ただ注意をしていただきたい、こちらの要件にも書いてあるんですが、要件を満たさない場合には交付決定後であっても補助金の交付は行わないというふうに記載がございます。こちらは5人の従業員からさらにもっと増やしますよと宣言を出していたにもかかわらず、残念ながらちょっと増やすことができなかったという場合には補助金が交付されないということが記載されております。こちらの方ですね、ご注意をいただきたいなというふうに思います。それからこれ申請の手続きですねの際にも、労働者名簿ですね、直近1ヶ月における労働者名簿が提出が必要ですし、それから実績報告時にも直近1ヶ月の労働基準法に基づく労働者名簿の提出が必要ということになっておりますので、ご注意をお願いいたします。
続きまして後継者支援枠でございます。こちらはですね、新たな取り組みを行う後継者候補として後継ぎ甲子園のファイナリストになった事業者を対象にした政策を支援するために、情報上限を200万引き上げますという枠でございます。で、後継ぎ甲子園ということでちょっと耳慣れない言葉かもしれないんですが、こちらはですね、あの全国各地の中小企業の後継者候補が新規事業のアイデアを競うというですね、イベントでございまして、こちらですね、後継ぎ甲子園と打っていただくとですね、ホームページ出てまいりますので、ぜひそちらをご覧になっていただいて、この後も募集というのも続いてまいりますでしょうから、こちら興味ある場合には今から申請するということも可能なんですが、ただし小規模事業者持続化補助金、今回の後継者支援枠での申請はできませんのでご注意ください。後継ぎ甲子園のファイナリストに選ばれていることというのがこちらの後継者支援枠の申請のポイントというふうになっております。こちらも詳しくは公募要領の方をご参照ください。続きまして創業枠でございます。こちらちょっとご注意いただきたいのですが、前回まではですね、開業と個人事業主様ですと開業届の控え、法人事業主様ですと履歴事項全部証明書をですね、こちらの方をですね、決められた期限よりも後ろの後に創業もしくは開業された事業者様は創業枠という枠で枠が広がっているというのがあったんですけど、今回はですね、こちらですね、記載の通り認定の創業支援事業ということ、こちらの方の認定を受けていることというのが条件になっております。ですので、ただ開業届を出してます、それから法人として登記をしておりますということだけでは申請ができないというふうになってます。こちらの要件に記載がある通り、認定市町村区または認定市町村区村と連携した取り組みということが必要となっておりまして、こちらの方はですね、お住まいの市区町村の方での取り組みというふうになっておりますので、特定創業支援事業の方の認定をまだ受けてないという事業者様に関しましては、各市町村区にお問い合わせをいただきたいというところでございます。すでにですね、受けているということでそちらの方の控えを持っているという方は、過去3年以内ですね、3年以内に認定を受けて、かつ3年以内に開業した場合ということに限るというふうになっております。ご注意ください。で、こちらの方ですね、申請の手続きとしましては、こちらに記載の通りですね、証明書の写しを申請書に添付して提出をしてくださいというふうになっております。それから、履歴事項全部証明書の提出、それから開業届の提出、こちらも必要になっておりますので、よろしくお願いいたします。先ほど来申し上げてますように、こちら市区町村の方での取り組みとなっておりますので、東京23区にお住まいの方は各区の方にですね、直接お問い合わせの方をお願いいたします。そして最後5番目、インボイス枠ということでございます。耳にされている事業者様もいらっしゃるかと思いますけれども、こちらですね、2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった、または免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者に登録した事業者に対して補助上限を100万円引き上げますという枠でございます。ですので、もうすでに課税事業者になっていますというところですね、の事業者様ですとか、まだ免税事業者でこちらの方の登録をしないよという事業者に関しましては、申請の方がちょっと対象外ということになるので、ご注意ください。で、こちらですね、申請の際に、インボイスの申請のかかる同意書というのを提出していただいて、そして最後実績報告、採択合格を受けた後に報告を出す際に、適格請求書発行事業者の登録通知書というものの写しを提出していただくというような流れになっておりますので、こちらの方ですね、適格請求書発行事業者の登録については国税庁のホームページをご覧になっていただいて、今回の2021年9月30日から2023年の9月の30日の間に免税事業者であった、または免税事業者であることが見込まれている事業者様で、こちらの方ですね、登録をすると
という事業様についてはご覧になっていただき申請をお願いをいたします。続きまして、申請のスケジュールとなります。こちらですね、小規模事業者持続化補助金という補助金ですね、今決まっているスケジュール出ているだけでも第11回2023年2月の下旬までのスケジュールが決まっております。最短でいきますと2022年の6月3日の締め切りというふうになっておりますが、ご注意いただきたいのがですね、右に記載がありますように商工会議所商工会が発行する様式4、こちらの様式4という確認書の発行が必要となります。こちらの締め切りはですね、受付の締め切りが2022年の5月の27日ということで、この第8回スケジュールが区切られておりますので、今回ですね、申請される事業者様に関しましては2022年5月の27日までにですね、意思表示を今回申請したいよという意思表示、それから書類の準備が必要となってきております。東京23区のですね、事業者様に関しましては東京商工会議所が担当商工会議所になりますので、本部または各支部までお問い合わせの方をお願いいたします。今回ですね、残念ながらちょっと間に合わないという事業者様に関しましては、第9回が2022年の9月、それから第10回が2022年の12月にも、こちらももうですね、予定が組まれておりますので、そちらの方約3ヶ月に1度締め切りが参りますので、こちらの方で応募も可能でございますので、準備の方を進めていただければというふうに思います。続きまして、補助事業期間ということでご説明をさせていただきます。補助事業期間といいますとなかなか耳慣れない言葉ではあるんですけども、小規模事業者持続化補助金という補助金はですね、持続化給付金とか事業復活支援金のように、要件を満たして申請すれば皆さんがもらえる補助金というわけではございませんので、申請書を出して審査があって採択もしくは不採択というですね、そういった合否が判定されてしまう補助金でございます。合格した場合には補助金の対象となるんですが、残念ながら不採択合格になった場合には補助金が出ないこともありますのでご注意ください。それからですね、補助金がですね、は採択合格後に発行される交付決定通知書という中に記載の交付金額とその日以降に発注したもの、それからそのいつまでにと下に記載がありますけれども、今回の第8回で言いますと2023年2月の28日までに全て完了した経費のみ対象となるということがあるのでご注意をいただきたいというふうに思います。またこちらの2月28日までに終了した場合でもですね、補助金のこちら実績報告書といいまして、結果の報告を3月10日までに行わなければなりませんので、こちらの期限過ぎてしまいますと残念ながら合格していても補助金対象外というふうになってしまいますのでご注意ください。よくあるですね、事業者様での間違いが多いのが、交付のですね、前に発注してしまうですとか納品してしまうという場合や、あとはですね、完了日の後に納品になったり、支払いですね、お振り込みをですとかクレジットの場合の引き落としがこの締め切りよりも後になってしまって補助対象外となってしまうことも散見されますので、交付決定日から今回の場合でいきますと2023年2月28日までに全て終わらせるということ、こちらの方をご注意ください。それからですね、せっかく合格したのにちょっと資金がちょっと足りないということで先にもらえないのかというお問い合わせもよくいただくんですけども、補助金の場合は先払いではございませんので、こちらのですね、資金計画ですねについてもよくお考えの上申請の方をお願いしたいと思います。以上です。続きましては申請の手続きということで、じゃあ申請はどのようにするのかというふうな形なんですが、申請ですね、2種類ありまして、1つは郵送、書類を準備してプリントアウトして郵送、もう1つは電子申請ということで、こちら電子 J グランツと呼ばれる電子申請が可能となっております。電子申請の場合には制度概要編で説明させていただきました
こちらのホームページの一番下 J グランツ電子申請についてというところからですね、説明をよく読んでいただいて、GbizID というもののアカウントとパスワードの取得をしていただいて申請ということになりますのでご注意ください。また申請の際には今こちらの方に記載のですね、6つのタブ、先ほどガイドブックと公募要領をよく読んでくださいという説明をさせていただきましたが、申請の場合にはその下別紙の参考資料、よくある質問、応募時提出資料、様式集と、こちらの各注意事項もですね、よく熟読の上申請の方をお願いをいたします。続きまして申請させ、しますとですね、審査があります。先ほどみんな全員が受かるわけではないというご説明をさせていただきましたけれども、どういった内容を見るのかというところなんですが、2つありました。基礎審査というところと署名審査というところでございます。基礎審査はですね、こちらのように1から4まであるように、1、必要な書類がすべて提出されていること、2番目は補助対象者、補助対象事業と補助リストの要件に合致していることということ、3番目が補助事業を遂行するために必要な能力を有していることと、そして4番目が小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を元にした取り組みであることということで、制度概要で線でもご説明させていただいた内容をちゃんと網羅していますねということを基礎内容では見られます。ただ書面審査の方になりますが、こちらの方はですね、お作りいただく書面申請書に記載の事項について審査員が厳正に審査をして、その中で上位の点数の方から補助金を採択されるというような流れになっています。書面審査はですね、主に4つの点から見ていくということになっております。自社の経営状況の分析と妥当性があるのかと、それから経営方針、目標と今後のプランの適正性があるのかというところ、それから補助事業計画の有効性があるのかというところ、それから積算の透明、適切性があるのかというこの4点からですね、審査をされるというふうになっております。詳しい内容についてはですね、公募要領にもこちら記載がございますので、よくご覧になっていただいて、こちらのですね、審査内容に合致した申請書を作っていただくと。こういうようなことをお願いしたいというふうに思います。それからですね、申請書を出していただくと加点がつく場合がございます。こちらですね、詳しい内容については公募よりまたご覧になっていただきたいんですけれども、7つございまして、パワーアップ型の加点があります。それから赤字の賃金引き上げ加点というものがございます。それから経営力向上計画を持っているというところで加点になる。それから先ほど J グランツという電子申請が可能ですという説明させていただきましたが、こちらの方で申請すると加点になります。で、それからですね、事業承継加点ということで、こちら60歳以上の現在ですね、代表者が後継者に事業を承継していくという場合に加点となるというところになります。でこちらはですね、また別途様式の発行がありますので、商工会議所の方にですね、事業承継加点を申し込みたいということで、応募いただければ我々の方で、ご対応させていただくようにいたしますので、お問い合わせを入れていただきたいというふうに思います。それから東日本大震災で被災したという事業者様については加点があり、また地域によっては過疎地区ということで、加点もあるというところになります。こちらもですね、詳しい内容について公募要領に記載がありますので、よく読んでいただいて、応募いただければと思います。こちらもですね、最後にまとめになります。公募要領はですね、不定期で内容変更となるので、常に最新版になっているかと、今お手持ちの公募要領が新しいものになっているかというのを確認してから申請をしていただきたいというふうに思います。こちらちょっといつ変更になるのかというのが我々も、特に決まった時期に変更になっているわけではありませんので、申請の前に必ず公募要領の方一番最新版をご確認いただいて申請をいただきたいというところですね。それから申請スケジュールですね、それから補助事業期間についても第8回は詳細の日程決まっておりますが、
第9回以降はですね、まだ詳しい日程、最後の締め切りの日時というのは決まっておりませんので、そちらの方も合わせて公募要領の方をご覧になっていただいて、申請の方に進んでいただければというふうに思います。